佐々木大介は、日本の実業家。フリー株式会社創業者。代表取締役最高経営責任者。新経済連盟幹事。ホーブス日本の企業家ランキング入賞。東京都台東区出身。実家は、祖父の代から続く美容院。改正中学校、高等学校を経て、2004年、一橋大学小学部卒業。高校。 大学の同期にレアジョブ創業者の加藤智久がいる。大学在学中は2年次まで体育会楽ロス部に所属。3年次からは大神神五ゼミでデータサイエンスを専攻し、一橋大学海外派遣留学制度でストックホルム商科大学に留学。また、インタースコープでインターンシップを行いデータ分析やシステム開発に従事した。大学卒業後は、 美容師になるため当初美容学校への進学を考えていたが、白報道ストラテジックプランナー、プライベートエクイティファンドクルサ、キャピタルパートナーズ投資アナリスト、アルベルト執行役員最高財務責任者権、商品企画統括を経て2008年グーグルに入社し、プロダクトマーケティングマネージャーや、アジア太平洋地区中小企業、アクイジションマーケティングヘッドを務めた。2012年、 フリー株式会社を設立。同社代表取締役 CEO。2015年及び2016年、2017年の、ホーブス日本の企業家ランキングトップ10入賞。2020年国立大学法人一橋大学、経営協議会委員。新経済連盟幹事等も務める。ありがとうございます。